はい、こんにちは、JBS 武蔵野川合です。今日はですね、毎週水曜日にお届けしているミューラコンディショニングコーチとのトレーニング動画のことですね、お送りさせていただきます。皆さん前回は、はい、我の、はい、作るためのトレーニング、この辺の脇腹だったり、あと腿も伸びたし、肩甲骨ら辺も伸びたんですけど、今日はどういったトレーニングですか？はい、今回も前回と同じような形で割れとかねじれっていうところに絞ってご紹介していきます、はい、前回やったプレッツェルっていうのは実は何種類かあってですね、今回ご紹介するのも同じプレッツェルなんですけれども、ちょっと違う角度から刺激を入れることができたらと思います。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はいはい、よろしくお願いします。じゃあ前回やったエクササイズは、まあ、こういう形で足を固定していただいたんですけれども、今回は同じ向きなんですけど、足を前後入れ替えます。足を前後入れ替えます。前後入れ替えて、しっかりとここの直角を作った状態で、今度は体を上体をぐっと地面に近づけるようにねじっていきます。ここで3呼吸してみます。はい、これも、下半身の固定に対して上半身のねじり、まあ、つまりここの割れをいかに作れるかっていうところを意識してやってみてください。じゃあ実際に、はい、はい、よろしくお願いします。まずはこの状態で、しっかりとこう直角を作ります。はい、はい、そのまま向井さんの方に、はい、体をねじっていきます。そうですね。で、まあ、意識するポイントはここですね。ここがこの方向ですね。この方向にねじれていく。これをやってる時、下にある股関節、お尻が、今だったら、うん、左足のお尻ですね、左のお尻がしっかりとストレッチされます。あとはここですね、右のこう脇腹から背中にかけて、ここがしっかりストレッチされると思います。注意点としては、下に置いてある足、こちら側の股関節がしっかりとこうグッと内に引き込まれないといけないので、膝がこう開いてしまったりして、こう体が逃げているだけだと意味がないので、膝も曲げて、この足もこう体にぐっと引きつけた状態で体を落としていきます。はい、いかがでしたか？まずここですね、はい、脇、ここから肩にかけて、はい、肩甲骨までがすっごく伸びて、はい、多分割れの時一番必要なこの辺のねじれが高いと、はい、すごくお尻のストレッチも感じました、はい、ありがとうございます。はい、ご体感していただいたように、非常にこう股関節から胸周り、それからそれをつなぐ腹筋周りですね、この辺の非常にいい刺激になるので、まあ、前回のブレッツェルの1と今回の2をこう合わせて使っていただいても、そんなにこう長い時間にはならないと思いますので、まあ、スポーツをやるすべての人には非常に有効なエクササイズなんじゃないかなと思いますので、はい、ぜひ試してみてください。はい、本当すごく伸びるので、はい、今まで多分やってたストレッチよりも全然こう伸びるっていうか体感が違うと思うので、ぜひ皆さんやってください。はいはい、概要欄の方に三浦コンディショニングコーチが書いたコラムの方がありますので、そちらもですね、詳しい情報が載ってますので、皆さんぜひご覧ください。はい、今回の動画はここまでとなります。この動画がですね、ためになったと感じたら、チャンネル登録とグッドボタンとですね、よろしくお願いします。それでは今回の動画はこれで終わります。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。